間抜き希望。こんばんは。監督さん、ハートありがとう。ただいま、うん、ただいまって感じ、ほんとよっ。フーガさん、ハートありがとう。やばい、ちょっとここに来て謎に急に眠気がやってくるというねここまで来てって感じよな。あと2枠や。みゆみゆ推しの人、スノーマンもいっぱいありがとう。ありがとうございます。お疲れ様です。今日も皆さん、皆さん今日はお仕事でしたか？今日はでも普通の平日だもんね。火曜日だよね今日。なんかみんなカラオケ配信とかしとるけど、休日じゃなくて平日だもんね。火曜日か。まだ火曜日か。カラオケまたしてね。うん、なんか本当はもういいかなってちょっと思ってたんだけど、なんかあんまカラオケ配信したらなんかギフトとか読めんけって思ったんじゃけど、なんかもう一回してねって声が結構多かったけん、もう一回終わり際ぐらいにもう一回カラオケ配信しようかな。もうここがショールーム依存症っていう名前のニキビがもうね、もう浮き出てきよるけんね。隠すつもりもないけど、もうこの時間やけん。ショールーム依存症っていう名前じゃけん、このニキビは。ユラの中で。皆さん星投げカウントありがとうございます。カウント星投げよろしくお願いいたします。お願いいたします。普通にカラオケ配信みたいな。人参ありがとう。花束ダメダメ、ツナダメありがとう。ちょっとカラオケ配信みんなのやつちょっと見たいな、気になるな。ちょっと見ていいですか？うまいです。コメントしちゃったつい私も昨日ディーバ歌った。私も歌ったおとというまい。待って、私のファンの人がみんなここにいるんだけど、ちょっとどういうこと？私のファンの人、ちょっと私の配信ことでミツさんのカラオケ配信にいっぱいおるんだけどね、どういうこと？